おいしずきろんです。7月7日アップデート要点まとめ動画となります。500日記念を含む激アツアップデート要点まとめました。こちら、新ワールドボス古代靴夢実装、太鼓投球物実装&復旧 30% 割引、栄光の道シーズン4開始、ランキング戦新投球昇級戦システム実装、パールショップ新商品多数追加、黒石神殿石板や杯の際枝名中華消費量減、ラモー戦場武器オア防具外し入場制限、バーサーカーバランス調整激アツイベント発出開始となっております。それでは詳細の方を見ていきましょう。まずは新ワールドボス古代靴夢実装いたしました。ということでこのワールドボスですが、大砂漠のボスとなっております。出現時刻が土曜日の18時から20時の時間となり、出現時間帯に1回のみクリアすることができると、追加入場は不可能です。古代靴夢入場には大砂漠のカボン依頼を完了していること、キャラクターレベルが60以上のこと、ネッセルの加護を使用していることが含まれます。ネセルの加護というアイテム、これがなくても入ることはできるけど持続ダメージを受けてしまうという結果になります。制作もしくは購入することができます。制作の場合は、モンスター制圧して獲得できる嵐の結晶、これ1個と、その他素材を加担兵士を通じて制作することができると、もしくは兵士から購入することもできますよと。レイドでは太鼓投球遺物制作素材ゲットできたりとか、闇の精霊のルーン伝説投球以上のゲットできたりとか、遺物ゲットできたりとか、その他空虚のヘルム戦利品ゲットできたりとかするので、ぜひ行きましょう。そして現在イベント期間中ですので、火曜日の18時20時にも靴夢出るようになっているので、絶対忘れないように今日行きましょう。次は太鼓投球の遺物が実装いたしましたということで見たいと思います。文様刻印が5個ある、まあ、攻撃防御が170ずつ。めちゃめちゃ強いです。文様刻印が増えるっていうのがめちゃめちゃでかいと思います。で、現在、イベント期間中になるので、8月の1周メンテナンス前まで、深淵投球以上の異物突破失敗時、復旧に必要な材料が 30% 割引されるということです。また、4月20日、23時59分まで、パール商店内の異物タブにて、期間限定で深淵投球以上の異物獲得確率が増加しているイベントも開催中。ということで、ぜひ、回しましょう。気になる制作方法ですが、覚醒している同じ名称の深淵投球異物1個、プラス、古代の異物1個、プラス、魔力の成功1000個で作れると。で、古代文明の異物っていうのは、それの手がかりっていうのがありますので、まあ、それ30個集める、成功500個集める、で、ゲットすることができます。制作することができます。次は栄光の道、シーズン4が開始いたしました。今回の栄光の道、シーズン4で、神話投球、深淵投球、太鼓投球の、気象がゲットできるようになりました。で、栄光の道の14段階、14亀裂っていうのも追加されました。必要な戦闘力は82000。第10構成から強いモンスターが出現するとのことです。太鼓投球の強い気象っていうのもある。押さえておきましょう。次は闘技場ランキング戦。新しい投球と昇級戦システムが追加されました。まあおそらく、新しい投球、カッパー、あまり関係はないかな。という気はします。ただ、昇級戦システム。これはかなり関係があるもの。例えばですが、ダイヤモンドからマスター、マスターからチャレンジャー行く際は5試合のうち3試合勝つと昇級できます。もしくは違うやつ。ブロンズから、シルバーとか、シルバーからゴールドとか、まあ、要は画像に書いてあるやつの場合は3試合のうち2試合勝つと昇級というシステムになりました。まあ、1回勝ったらすぐダイヤモンド行くとかっていうのはなくなったということです。次はパールショップ見ていきたいと思います。栄光のギフトパック。なるほど。まあ、今はね、栄光、かなりね、でかいです。まあ、栄光に行けるということだけで戦闘力がめちゃめちゃ上がりますし、太鼓投球の気象とかっていうのをゲットしたいので、まあ、そうですね。まあ、戦闘力上げたい欲張りさんは買うしかないと。で、7月の青葉パック。これは、異物が入ってるようなやつ。まあ、比較的、まあ、お得な部類にはなりますね。お得な部類にはなる。異物がゲットし、欲しいのかなっていう気はしますね。栄光の黒真珠箱。これも栄光の道が入ってるということで、
欲しい人はもう買うしかないというかっていうような感じはありますね。まあ、ただ栄光の道課金はあんまりおすすめではないというか、長期的に見るとあんまおすすめではないということだけは知っておきましょう。そして幸運の異物箱、これはまあ新鋭異物、今回めちゃめちゃ欲しいよね、太鼓等級の異物出たし欲しいよねということでそれが入ってる。まあ、それ中心の箱で、剣術はそれのちょっと剣術バージョンですよ。確率がね結構比較的硬いですよっていうものがこっち。そして武器トップパック2つという感じで今出てますと。まあ、今回は、まあ、栄光の道課金する人はこれを買ってくださいっていうものになりますね。そしてガチャ、未来から来たガチャということで新しいガチャ来ております。一回ちょっと10連やってみましょうか。でーい。光りましたね。あ、これ光ってんの？何これ？光ってないけど、何これ？光ってないけど光ってる。何これ？どういうこと？あー、なんか、生で出ましたね。まあこういうガチャになっております。そして新しい衣装も来ています。ココ男の場合は名前が違ってエルペンと、まあ夏っぽい衣装が来ておりますよということです。あとはアクセサリー商店の異物、これね確率アップイベント来ておりますので忘れずに。変更追加コンテンツいろいろ来ています。個人的に重要だと思うものだけピックアップします。プロイ神殿で宝剣によって獲得されるアイテムに石板杯が含まれた場合、宝剣される枝の中華の量が既存に比べ少なくなるよう調整が来たと。ありがたいですね。プラスで黒い神殿の HP が既存に比べ少なくなるよう調整いたしましたと。ありがたくないですね。続いて、後期の聖水も光の聖水と同様、自動使用が可能になるよう改善いたしました。ということで、設定で後期の聖水使用できるようになってるみたいです。めちゃめちゃ便利。これはありがたい。そして、ラモン戦場を含む一部対戦コンテンツを利用するとき、一定の挙動を行った際に入場制限が正常に機能しない現象を修正いたしました。とのことです。防具外して、一応ね、マッチング入れてみようとした際に入れなかったので、おそらく防具外し、武器外しもできないようになっております。そして次はバーサーカーのバランス調整ということで、来ております。めちゃめちゃね、長いことだーって書いてあって、まあ、PVP 好きであれば、ちょっと見るとね、お、これ結構強くなってるやん。っていう感じかな。まあ、全部追っていくと長くなってしまうので、簡単に言うと、大剣風という遠距離スキル。あれがスーパーアーマーから前方ガードになりました。そこが一番大きなところですね。バーサーカー殴るときに、あれ、大剣風中ダメージ取らないなーっていう状態が起きると思います。前方ガードになったので、皆さんお忘れなく。最後、激アツイベント、ハッシュ開始ということで見ていきたいと思います。気にしなければいけないイベントのみ詳しくいきたいと思うので、他はさらっといきます。スクショイベント来ております。ツイッターを使ってのイベントです。参加してみてください。プレイタイム報酬の変更イベント来ております。内容がめちゃめちゃ豪華になっている。ボス破片をもらえるようになっています。ログインしている際はお忘れなく受け取っちゃってください。ここからは大事。ログインボーナス。めちゃめちゃ豪華になっておりますということで、500日記念セレクトボックスというのがあり、太鼓のメイン武器、太鼓の、補助武器、バラン武器破片500個、そのうちのどれかがゲットできる。まあ、深淵アクセもログインしていれば意識ゲットできるようになっちゃう。深淵推奨もあるということで、今、ログインしなければいけない時期です。復帰者でも全然 OK なものになるので、ぜひログインしちゃってください。また、古代靴部の制圧イベントというのが来ております。通常は土曜日の18時から20時に出現する靴部が、火曜日にも同じ時間帯に出現するよということです。まあ、倒すことによって、この嵐の結晶がもらえたりとか、推薦書がもらえたりとか、深淵推奨もらえたりとかしますので、これも必ずやりましょう。そしてホットタイムイベントも来ております。火曜日、今日から、土曜日、終日まで、一般地域、ナイトメア、ハドムの領域、黒い太陽にて、フィールド戦闘経験値と獲得量、200% ずつ上昇しております。12日の日曜日のみ、大砂漠の戦闘経験値、大砂漠のアイテム獲得確率が 200% 増加しております。
あとは、勇猛の地の大砂漠も、これ適用されてますね。あとは大砂漠のシールド、もちろんされてますと。プラスで、プッシュ通知でも、ホットタイムバフ、アイテムバフ、もらえるようになっているので、最大 500% のホットタイム、来るということなので、まあ、ほんとログインしてやんなきゃいけないんですね、これは。そして、収集イベント来てますと。500日記念の証。これはモンスターを討伐することで、獲得することができると。交換できるアイテムにはいろいろあって、まあ、黄金彫像、ヘアバンド、キャラクター1プラス1作成権、あとは方言石の破片と異物の破片と、等々いろいろもらえると。ボス破片とかももらえると。ブラパももらえる。これは必ずやりたい。それを支えるのが GM クイズイベント。GM クイズというものが、対象の時間。19時半から20時55分と22時から23時半の、この曜日。火、木、土、日、火、木、土、日に行われるということなので、これ GM クイズ受けて500日記念の、証もらっちゃいましょう。500日記念の証みんなが集めてくれたら後日なんかあげちゃうよ、レイド入場券とかあげちゃうよっていうのも来てるので500日記念の証必ず集めましょう。ということで以上となります。今回イベントもめちゃめちゃ多いボリューミーな回となりました。ちょっと聞き逃しちゃったなと思ったら聞き戻してもらってチェックするといいと思います。それではこれで終わります。この動画がいいなと思った方は高評価チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。毎日夜9時から12時 YouTube ライブの方で配信しておりますので遊びに来てください。配信の方では質問受け付けております。お気軽にご質問ください。よろしくお願いします。動画投稿の時間は夜20時を目安に投稿しております。ぜひチェックの方よろしくお願いします。そして月曜日はお休みをいただいております。メンテナンス日と被った場合は火曜日が休みとなりますのでよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。